俺があいつと出会ったのは樹王から引っ越してきた翌日のことだった。引っ越してきたんだろ。どっから来たんだ。どう、俺にもちょっと貸してくれよって。あ、ちょっと強く握ったら。こんなんじゃ足りねえだろ。俺ゾウに一発だけでいいのか。いいって。俺はトモ、お前はなんて名前なんだ。申し訳ありませんでした。怖そうな親父に。父親としてもちろん金銭。うわ、親子だ。売らせてんじゃないよ。あの、いえ。ほら、こっち来な。うん、ゲーム壊し移動したし、俺、お前と友達になりたいんだけど。それから俺と友は毎日のように一緒に。おい、ゲームっ子、今日は外に行かねえのか。行けるように。よう、ジュン、今日は来い。あなたが純一郎。毛登ったり川渡ったり。おお、気合入ってんな。子供ね。最後は立っている方の勝ちなのよ。おお、よかったな。いつもブスーっとした顔してたからな。でもそれは。おい、ほらよ。なんでお前が。拾った。はあ、何してんだお前。一人で取り返したのか。ちょ、おい、何すんだこら。何のことか知らねえけど、もう全然。俺がお前より強い男になったら、その時改めて取り返してやる。返事はオスだ。オス。